深い事情がありそうだな。父は妹を嫌ってるんです。嫌ってる？どうして？実を言うと、妹と私は腹違いの兄弟なんです。私の母は私を産むとすぐ死んでしまいました。その後父は再婚して妹ができたんですが、その相手の女というのは。やめろ英春。身内の恥を他人に話してはならん。お主もあまり詮索せぬことだな。危ねえところだったぞ今。もうちょっとであんた命失うところだったよ。月の質と今日なんだよこの手紙。ちっとも意味わからねえよ。月の出とともに黄金200両代官一人にて円空山へ持参すべし、さもなくば娘はもちろんのこと一家皆殺しを覚悟すべし。でその円空山ってのはどこにあるんだい。北へ2里行ったところにある岩山ですが、どうするつもりですか。代官一人で来いって言ってんだろ。その通りにしてやるまでさ。ではわし一人でか。もちろんよ。